こんにちは。J1 リーグ第32節ウィナー予想動画。<laughs> はい。ということで、32節やっていきたいと思います。もう終盤でございますからね。えー、楽しんでいきたいと思います。えー、まず32節のけ、えー、予想の前に、31節の結果発表に参りたいと思います。31節、僕らの、僕の予想はこうでした。バン そして結果こうなりましたということで全敗 <laughs> くそソがいや今回ちょっとむずかったなこんなにゼロが並ぶと思ってなかったんでまあもう仕方ないっすね切り替えていこうはいえー、では32節予想いきたいと思います、えー、まず ホーム川崎フロンターレ VS アウェイアルビレックス新潟、えー、データによりますと川崎は新潟に3戦連続勝ちなし1分け2敗となっております、はいえー、川崎前節名古屋に0 2ということで負けてしまいました、まあ、ちょっとマルシーニョ選手を中心に攻める回数も多かったですし支配率とかシュート本数では大きく上回っていたんですが得点に結びつかなかった 名古屋の守備が安定してて、えー、ちょっといいところが出せなかったかなという感じで,でちょっとね、次節なんですが高い選手が、えー、累積かなで出場停止なので、えー、ちょっとそこも気をつけないといけないところかなというふうには思いますね。次、はいえーまあ、節というか今節か、はいえー、逆に新潟前節神戸に2 3の負けということでこれで2連敗となってしまいました。 ねえー、ちょっとあの延期分の名古屋戦が、えー、水曜かなにあって、えー、そこでも負けてしまってこれでちょっと連敗ということで、えー、ちょっと流れをね、えー、悪い流れを止めたいところではあるのかなというふうには思います。 はいまあ、左サイドの方からチャンスは作れてましたし、まあ、最後、逆転されてしまったあはリードしてる時間帯、えー、の,このあの攻撃っていうのは非常に良かったかなという,ふうには思いますし、えー、幅も広く使えてね、えー、新潟らしいパスワークっていうのも見れたシーンもあったので、えー、なんとかねそこは最後の踏ん張りどころですねそこをどうにか耐えれば勝機、えー、ていうのは見えてくるのかなという,ふうには思います。はい、そうですね まあこのデータの感じ見てもちょっと新潟の方がいいかなという気もするのですがうーんどうだろうな1、2、新潟でいきたいと思いますはい、1、2、新潟でいきたいと思います続いてホームコンソートレー札幌 VS アウェイ京都サンガデータによりますと札幌は京都に2連敗中なんですがホーム戦で見ますと2連勝中となっております。はい えー、ここはね、札幌。 相性のいい相手を迎えて、ぜひとも勝って、残留に向けてというところにしたいと思うのですが、えー、札幌前節町田と0-0でございました。えー、よかった、よく耐えましたね。よかったんじゃないかなと思いますね。まあでもちょっと守備で、ん突っ込みすぎて、えー、入れ替わられてピンチ、マネックなんていうシーンも結構あったので、そこの、えー、距離感とかは、えー、改善していかないと、えー、ちょっとピンチになってくるかなと。 いいう,うに思いますね京都も調子いいチームですので、えー、ここはしっかりと守備面改善していかないと一瞬の隙っていうのは疲れてしまうのかなというふうには思いますねですがまあ後半なんかは持つ時間多くて多くの、えー、シュートも打ってましたからそのシュート意識っていうのは札幌らしくてよかったですし、えー、そこも,もうあとネット揺らすだけというところまで迫っていたと思うので、えー、そこがえうまくいけば札幌にもかなり勝機っていうのは見えてくるのかなというふうには思いますね はいまあまあ、本当にペナンガイからシュートガンガン打ってい、えー、く札幌のスタイルがいいんじゃないかなというふうには思います、えー、逆に京都前節頑張り2 2ということで、えー、ドローだったんですがこれで京都4戦連続負けなしとなっておりますねリーグ。 えー、ラファエル・エリアス選手がクラブ新記録になります4戦連発ということで非常に調子がいいというのと、えー、ちょっともう暴れまくってますねはい、えー、確実にもう絶対的な存在になってるので札幌はここしっかりと守らないとというところもありますし、えー、京都としてはラファエル・エリアス選手にボールを集めると思うので そこでどういう攻防が繰り広げられるかっていうのはちょっと注目していきたいですね。まあ、やっぱりあと原選手ですね、原選手も非常に柔らかいタッチ、そしてボールの収め具合というのも非常に見られて、ここの関係性というのは非常にいいので、これちょっと楽しみですね。はい、あと、クソユン選手の構成部あれでもう何度チームを救ったことかと。 いうことであれで一気に勢いづいた部分もあったと思うので、えー、守備もまあ2点失点しているとはいええー、かなりこうディフェンス陣もこういい雰囲気のまま臨めるのかなというふうには思いますうわーこれ難しいなーどうだろうなーええー、ホームに向かえると札幌の方がいいという感じはするのいや難しいなこれどっち こっちもね、調子はいいと思うんですよね。うわ、でもな、ラファエル・エリアス、えぐいか。うん、1、2、京都にします。はい、1、2、京都で行きたいと思います。続いて、ホーム名古屋グランパス VS アウェイ、ジュビロ・岩田。 え名古屋は岩谷データによりますとホーム戦13戦連続負けなし8勝5分けの3連勝中だそうです非常に相性のいい相手を迎えることになりますえ名古屋前節川崎に2 0ということで勝ちましてこれでリーグ2連勝 そして、さらに2連続クリーンシートということで、えー、守備陣の安定そして攻撃陣の,この安定した得点能力決定力っていうのは出てるのかなというふうに思いますねなん、えー、といってもやっぱ長い選手がかなり裏に抜ける回数が多くてです、ね、そこからシュートチャンス、まあ、ゴールにつながるプレーっていうのは多く見られましたね、はい でまあ、名古屋らしく、まあ名古屋、長井選手のみならず縦に速い攻撃っていうのが目立つので最近非常に強い名古屋が戻ってきているのかなというふうに思います逆に岩田前節、福岡に0ゼ0のドローでございました。はい えーまあ、そうですね、セカンド拾えてたし、球際の部分では勝ててはいたので、あとはそこの、うん、精度ですね、えー、決定力っていうところが上がってくると、もうちょっと違った結果になったのかなというふうには思いますね、まあ、相手のサイドの、えー、背後も取れてましたし、えー、得意のサイド攻撃っていうのは出ていたので、あとは本当にゴールをどうやって奪っていくか。 というところになってくるかなと思うん,んですが、えー、名古屋の守備が安定してるので、ね、これはちょっと、えー、苦しい戦いになりそうだなという気もしますねはいうーんそうですね31名古屋にしますはい31名古屋でいきたいと思います続いてホーム横浜 F ・マリノス VS アウェイ FC 東京 えー、マリノスは東京に8戦連続負けなし6勝2分けでございましてホーム戦だと3連勝中だそうです、えー、非常にこちらもね相性のいい相手を迎えます。 はいえー、マリオンス、前節広島に2 6で負けてしまってリーグ2連敗公式戦で見ますと4連敗となってしまってますねでこの4連敗の中で失点数が18ということで非常に、えー、失点数が重なっているとちょっとディフェンス陣の連係が取れてないのかなという、えー、気がしますねはい、えーまあ、ちょっとまあ前節広島相手て、まあ、支配率では上回っていたんですがこの上回ってたのは、えー、ボールを持ってたというか よりかかは持たたたされていい感もちょっっととあったかなという気がしますねですが、まあ、攻撃面で2点取ってるんですが、えー、少ないタッチ数でやっぱ前に運べるとマリノスらしく攻撃っていうのはできていたのでそこをちょっと意識していくとまた変わってくるのかなと思いますね。 はい、であと取りどころですね、本当にもうはめてどこで取るかっていうのを明確にしていかないと、この失点っていうのは、えー、また重なってしまうと思うのでうーん、ここの改善は必要になってきますよね。はいえー、逆に東京全札浦和に2 0ということで、えー、2連勝ですね、これで。 タアラ・ツミ、はいまあ、選手のところからチャンス、かなり演出していまして、まあ、それがオウンゴールにつながったりとか、えー、いうシーンもありましたし、まあ、後半は攻め込まれる時間、かなり多かったんですが、最後まで耐えきって、クリーンシートで終えたっていうのは、えー、大きいと思いますし、まあ、それがね、えー、この 30,、えー、30節か、30節ではちょっとできなかったところだと思うので、そこをしっかり改善して、えー、クリーンシートで終えられたっていうのは、大きいかなというふうには思いますね。はい えー、そうですねだからまあそうだなえー、2二ドローにしますはい2二ドローにしますはい続いてホームガンバー大阪 VS 淡い東京ベルディ、えー、データによりますとガンバーはベルディに5戦連続負けなし4勝1分けホーム戦2連勝中だそうですはい えー、ガンバ前節京都に2 2ということで、えー、またもうや勝てず7戦これで勝利なしとなってしまいましたね、えー、なんかやっぱリーグだと勝てないというのがちょっと続いてますねうん、まあ、両サイドから迫力のある攻撃なんかはできていましたし、えー、ガンバらしい攻撃というのはもちろんできていたんですが、えー、なかなか、えー、勝ち越しゴールを挙げることができなかったというところがありますね、まあ、ちょっと 最後の、えー、ハンド、ハンドじゃない問題ってのはあるんですが、まあ、もうあれ、仕方ないですよねん、いろんな取り方ありますから、えー、仕方ないのかなというふうに思いますが、あとやっぱ、セットプレーからのチャンスっていうのは非常に多かったですね、ガンバ、1個取り消しになっちゃいましたけど、えー、ネット揺らしてたのもありますし、えー、まあ、それ、えー、ちゃんと得点になったのもあ,りあるしということで、まあ、セットプレーっていうのは、この試合、かなり重要になってくるなというふうに思いますね。はい え逆にヴェルディ前節、戸数2、2、0ということで、これで4連勝となっております、強いですね、ヴェルディが、非常に強いなというふうには思います、えー、攻められる回数がね、かなり多かったんですが、えー、体張ってシュートコース消してましたし、最後の最後のところで体投げ出して、えー、自分にボール当てて、 とか、えー、見られたので非常にベルディの,その、えー、昨シーズンの J2 での,この最初失点チームらしく堅、えー、い守備が見れたなというふうには思いますね。はい、でこの耐えて耐えてからの追加点っていうのは本当にでかくて相手の心も折ることができるし自分たちの勢いづくこともできるので、えー、ベルディの,この、ね、最近の点取るタイミングというかこの欲しいところで取れるっていうのは 大きいのかなと、それが4連勝に繋がってるのかなというふうには思いますね。はい。え、これだからどうなるかな、まあ、相性で言ったらガンバなんでしょうが、ちょっとベルディの勢いっていうのはかなりなもんだと思うんで、いちいちドローにします。はい。いちいちドローでいきたいと思います。続いて、ホームセレッソ大阪 VS アウェイ、柏レイソル。 えー、データによりますとセレッソは柏に4戦連続負けなし1勝3分けで、えー、2戦連続引き分け中だそうです、はいえー、セレッソ前節湘南に2一1ということで勝ちまして9戦ぶりの勝利だったんですね、えー、ようやくトンネルを抜け出したという形で,ですね、はいまあ、相手の背後取れることも多かったですしそこから2得点なんだって えだったのでこれは継続して行っていくべきですしやっぱりえセレッソ中盤ですねをうまく使えていたのが大き,た大きかったのかなと思いますねえそこを制すことができればやっぱセレッソボール回りますしえこうやって前の選手も連動して動くことができるので非常に良かったなと思いますしサイド攻撃と中央突破の,このバランスなんかも良かったのかなというふうには思いいますはいえー逆に柏がですね鹿島と0 0 でドローでこれで4戦連続勝ちなしとなってしまいました、はいえー、さらにですね、まあ、今節、えー、細谷選手が出場停止ということで、えー、この穴がどうなるかなというふうにも思いますね、はいえー、前半はまあ左からよく攻撃できていてセカンド拾えてはいたんですがなかなか得点に結びつかず、まあそうですね、後半も両サイドをちゃんと、ねえー、使って崩して,てもいたんですが最後の最後決めることができなかったということで ですが、まあ、鹿島相手にゼロですからこれは非常に大きな収穫点なのかなというふうには思いますねはい、えー、そうですねまあうんむずいな11ドローにしますはい11ドローでいきたいと思います、えー、続いてホーム湘南ベルマーレ VS アウェイ鹿島アントラーズ、えー、データによりますと湘南は鹿島に8戦連続勝ちなし2分け6敗、えー、ですがホーム戦だと2戦連続引き分け中だそうです はい、湘南、前節セレッソに1、2で負けまして、これでリーグ戦2連敗となってしまいましたね、えー、どうにかこれ、ね、あの残留に向けて、勝ちたいところではあるんでしょうが、えー、勝ち点をねとにかく積み上げていかないとなととといいうところだと思います、まあ、鈴木亜人選手にボール集めてゴール狙うことも多く、うーんまあそこがねうまくいって、えー、かなり決定機ても多かったんですが、えー、最後の最後のところでちょっと追いつくことができなかったと。 と,いうところもあり、まあ、あと、何にやっぱのディフェンスの,の連係ミスがちょっと目立ちましたね、はい、そこがうーんもうちょっとうまくやってれば、えー、防げたものもあったんじゃないかなというシーンがあったので、えー、そこはちゃんと、えー、コミュニケーション取りながら改善してほしいなというふうに思いますね。で、今節ね、ね、えー、ルキアン選手もあの出場停止ですから、えー、そこの穴というのもしっかりと埋めながら、えー、攻撃していかないとなというふうには思いますね。 はいえー、逆に鹿島、前節、柏と0 0のドローでございまして、こちら5戦連続勝ちなしとなっております。はいえー、ここも、ね、リーグでなかなか勝てないという、うん、長いトンネルに入ってしまいましたね。えーまあ、後半なんか、諸岡選手中心に攻撃展開されていって、いい形も生まれ えてきたんでですよね知念、まあ、選手が突破してチャンスを作る場面もあったんですが、えー、最後の最後のやっぱりちょっとまあ相手の守備の硬さもありちょっと得点につながらなかったと。 いうこ,とでまあ、ここの、うん、攻撃力はあるはずのチームですから、えー、特にセットプレーなんかはね、鹿島は非常に強いですし、えー、そこからなんとか、えー、こうゴールをこじ開ける力っていうのを持ってるはずなんですが、えー、ちょっと今の悪い流れでチーム状態がどうなのかなという不安要素がありますね。うーんそううんそそでですすねだ、えー、だからままあそうだなこの難しいですが、まあ 歌詞までいきたいと思いますはいそろそろ爆発するんじゃないかなうーんそうね、えー、続いてホームヴィッセル神戸 VS アウェイ浦和レッズ、えー、データによりますと神戸は浦和に2戦連続負けなし1勝1分けですがホームだと2連敗中だそうですはい、えー、神戸前節新潟に32で勝ちましてこれでリーグ4連勝 <laughs> ですね、非常に、えー、いい状態で来ましたね、えーまあ、6戦負けなしというのもあるんですが、まあ、選手間の距離感が非常に良くてあの裏取れることも多かったですし、まあ、特に武藤選手なんか、ね、積極的に裏抜けてそこからチャンスメイクなんてもうも行っていましたし、えー、そこはやっぱ神戸らしい攻撃が続いたなというふうには思います。でであののラストプレーでのね 勝ち越しまあなんか決まらないなというこのもやもやもあった中での、えー、ラストワンプレーまあやっぱ空中戦が強いっていうのもあるんですが、えー、そこでしっかりと決めきって勝つっていうのは強いチームだなと思いましたねはいさすがディフェンディングチャンピオンもう地形がすごいなというふうに思いましたね本当に素晴らしい試合だったなというふうに思います え逆に浦和前節東京に0 2ということで負けてしまいましたねはいまあちょっと不運な形でも2失点だったのかなという気もしますまあオウンゴールと PK という形でえー、まあしないといえば仕方ないんですがまあそこから巻き返せなかったのはうんそうですね痛いなという気がしますねはいまあ後半になってから松尾選手なんかを投入してテンポ出てきていたんですがうんそうですねまあチャンス両サイドから作って てはいたけどなかなか、うん、中の枚数とかその、えー、クロス精度も書きちょっとなかなか、えー、点を取ることができなかったのかなという気がしますね。はいまあ、でも、えー、やっぱりこう後半テンポ出てきてからは、えー、手数少ない。 とりか,かけないこの攻撃っていうのが、えー、よくできてはいたと思うのでそこで背後取ったりとか浦々しくポケット取って、えー、マイナスなんていうシーンも見れましたし、えー、そこは、えー、継続して行っていくと、えー、ちょっと神戸相手にも勝機、えー、っていうのは見えてくるのかなというふうには思いますね。はい いやーこれ、どうだろうな、マジでめっちゃむずいですね、神戸がまあ、めっちゃ強いんですが、この相性悪い相手にはあんま本当に得意じゃない印象があるんだよな、えー、どうなるかな、いや、でもそうですね、まあ、前回、ホームで神戸、久しぶりに勝ったってもあって、えー、悪い流れというのは、断ち切れてる気がするんで、2 1神戸でいきたいと思います。はい 神戸でいいきたいと思います続いて、ホームサンフレッチュ広島 VS アウェイ、町田、ゼルビア、えー。広島と町田、まあ、前回対戦が初対戦でしたね。はい、でその時は広島が2 1で勝ったということで。まあ、ここは本当にもう天王山ですよ。もう、まだちょっと試合差ありますが、ここで勝った方がだいぶ僕は優勝確率が上がると思います。ぐんと。っていうぐらい大事な試合だと思うので。 えー、ここはどっちも落としたくないでしょうね、えー、広島前節マリノスに6 2ということで大勝でしたね、えー、これで9戦負けなしはい非常に強いですねこれで首位に返り咲きましたね支配率は38%ということで非常に低かったんですがまあこれはい、e、い38%だったのかなというふうに思いますまあ,あの相手にボールを持たせながら、えー、取りどこでしっかりと取って ショートカウンターとか、えー、まあしっかりとこのゴールを決めるところで決めてて積み重ねねいいったという感じがします、ねはいまあ、あの攻撃なんか見ててもおとりになる動きっていうのは非常にやっぱできてましたしそれにつられたところで空いたスペースをつきながら えー、ゴールに迫っていたというシーンが何度も見られたので、まあ、本当にボールと人が動くっていうサッカーができているのかなと思いますし、まあ、右サイドからの攻撃もねやっぱ迫力あっていいいなと思いましたねでやっぱすごいな、本当に僕のね同級生である新井直人が1ゴール1アシストしかも途中から出てきてですからね後半から出てきて1ゴール1アシストはもうすごいよ。本当に 本当にすごい <laughs>。もうこれしか出てこないですね。<laughs> 誇らしいですよ。逆に町田前説札幌と0-0のドローでございました。これでまあリーグは5戦負けなしとえなっておりますね。縦のロングボールから収めてチャンス生まれること非常に多かったですね。ターゲットとなる選手がね多いですから、そこら辺をうまく使いながらえ町田らしい攻撃っていうのはできていたのかなと思いますし、 まあサイドえからこうシャドーチェンジなんかもしながらねこうチャンスを作ることも多かったしえそこから切り込んでシュートなのかえクロスなのかということでこの両パターンどっちもできていてえーゴールに迫ってはいたのでえテンポとしては悪くなかったのかなというふうには思いますね。はいそうで,すねまあ、でもどううだろうなこれは難しいが ちょっと僕の中で今の広島が強すぎるっていうのが、まあるんですよねだからなこれはえー、どうすかねまあ21広島でいきますはい21広島にしたいと思います、えー、ラストホームサンガンダスバーサ s アウェイアビスパ福岡 えー、データによりますとトスは福岡に7戦連続勝ちなし4分け3敗の2連敗中だそうです、はいえー、トス前節ベルディに0 2ということで負けてしまいましたこれでリーグ5連敗となっておりますちょっと厳しくなってきましたねトスがねなかなかちょっと抜け道を見つけられないという形になっております えーまあ、前線で奪ってからの上がりっていうのがこの攻撃面においてちょっと遅いかなと、えー、フォローもうちょっと早くいけばもうちょっと攻撃の幅広がるのになというシーンが見られたのでそこはちょっと、えー、もっと早くのこの押し上げ手のしていかないといけないのかなという,ふうには思いますね。はいまあ、後半から清手選手が入って まあ流れが来たりまあやっぱボールが回ったりしてはいたのでそこはえちょっとこう清武選手のプレータイムが伸びるのかなというふうには思いますねはいえー逆に福岡前線岩田と0 0でございましたこれで福岡もですねリーグ戦10戦連続勝ちなしとなっております。 ちょっと福岡も長いトンネルを抜けられずということで、ちょっと加工気味の2チームの試合なんですが、先,先発に4ヶ月ぶりに復帰したゴールキーパーの長石選手がかなりチームを救っていたので、やっぱりいいキーパーですね。村上選手ももちろんいいキーパーなんですが、どちらも素晴らしいキーパーで、チームを活気づけるという面では素晴らしいキーパーだなというふうに思いますね、2人とも。 押し上げというか、えー、活気づけに応えてあげてほしかったなというふうには思うんですが、まあ、ちょっとシュートの方がね、5本しか打てておらずで、まあ、枠内も2本ということで、ちょっともうちょっと積極的に打っていってもいいのかなというふうには思いますね。まあ、シュートコースないから打つという、この無理やりなシュートも、なんかあっても、なんか1本ぐらい、1本2本ぐらいあっても僕いいのかなというふうには思いますね。まあ、相手のライン上げるという意味でも、ちょっと遠くからでも、 うん、打ってみるっていうのはちょっと今の福岡には重要になってくるかなというふうには思いますねはいうーんこれはどうだろうなどっちもちょっとねうーんそうっすね13福岡でいきたいと思いますはい13福岡でいきたいと思います はいということで、えー、10試合ですね今回もやってまいりましたどうにか当たることを祈りながら待ちたいと思いますもう優勝争いと残留争いがもうごっちゃごちゃで、えー、とんでもないことになっておりますがもう全チームに、えー、残留争いしてる全チームに可能性はあると思いますし優勝争いしてる全チームに優勝の可能性あると思うというねもうすごい混戦ですから。 最終節まで決まんないんじゃないかなどっちも。という気がしてます。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。